ロスマー・インス・オフィシナリス・ローズマリーは、地中海沿岸地方原産で、密かに属する、常緑性低木。和明万年老の漢字表記は、名、鉄鋼であるが、これは中国語表記と同一である。商用もしくは乾燥用を、香辛料、薬として用いる。花も花食。水蒸気蒸留法で抽出した精油も、薬として利用される。俗名、ロスマー・インスは、 海の雫を意味する。ヨーロッパでは、教会、死者、少女を悪魔から守る、神秘的な力を持つと言われ、また記憶や友情を意味する。キリスト教以前のヨーロッパで、祝典や結婚式、葬儀に用いられたとされ、変わらぬ愛や、定説の象徴とされる。その生育は、キリストの生涯を象徴し、多くの伝説で、聖母マリアと結びついている。 誕生日は1月13日、1月21日、4月23日、5月9日、5月27日、9月17日、9月20日、10月6日、11月15日、11月22日。花言葉は、追憶、思い出、記憶、定説、変わらぬ愛、誠実、親切、私を思って、静かな、力強さ、あなたは私をよみがえらせる。 成長すると高さ1.8メートルに達する常緑寒木。暑く乾燥した気候を好むが体感性も高い。縁が厚くなった細長い葉をつけ、こすると松に似た香りがする。冬から春にかけて青や紫がかった白い花が咲き、干渉用としても人気がある。葉種、挿し木のどちらでも繁殖させることができる。土壌はアルカリ性、弱酸性。 またネグサれを起こしやすいため水分は与えすぎない方が望ましい。様々な品種があり、立性と補服性種に分かれる。花の色は青から紫色のものがほとんどだが、白や桃色のものもある。野生のローズマリーには純性種は少なく、ほとんどは変種である。1500年頃のイタリアの本より、ケーラーの薬用植物より、古代から薬用に用いられ、 記憶力を高める効果があると言われた。西洋で大流行したペストよけにも利用された。17世紀南フランスのトゥールーズでペストが大流行した際、ペストで死亡した人々から盗みを働いた。泥棒たちがいたが、彼らはペストに感染しなかった。セージタイム、ローズマリー、ラベンダーなどを巣に浸して作った薬を塗って感染を防いだと言い、このオスは、 4人の泥棒の巣と呼ばれた。病気の原因はミヤスまであると考えられていたため、空気を清めるために病人のいるところや病院で炊かれた。イギリスでは、寒国熱の感染予防に法廷に持ち込まれた。ローズマリーをアルコールと共に蒸留したローズマリー水は最初薬用紙として、後に香水として利用された。食材としては甘い方向と爽やかなほろ苦さを持つ。 また、消臭効果や抗菌作用、抗酸化作用があり、肉の鮮度を長持ちさせることからヨーロッパでは、古くからラム、豚肉、青魚など癖の強い素材の匂い消し、逆に鶏肉、白身魚、ジャガイモなど淡白な素材の香り付けと、肉料理や魚料理に多様に利用されている。カレーやポトフ、アイントプフ等のスパイスとして利用される。かつて、 デザイナーフーズ計画のピラミッドで三軍に属しており、三軍の中でも、ベリー、セージ、大麦、ジャガイモと共に三軍の最下位に属するが、ん予防効果のある食材であると位置づけられていた。また、乾燥ローズマリーを95%エタノールで抽出したものには、高い抗ウイルス活性、抗酸化活性が認められ、その消臭効果が、商用消臭剤に、 しばしば応用される。精油の成分は科学種により異なり、各成分の含有量は科学種、産地、生産年などでも異なる。カンファーを含む精油は中毒事例が多いが、ローズマリー油のカンファーの含有率は多い時で50%を超える。香辛量としての使用量程度であれば問題はないが、人に対し医療目的で大量使用した場合の、 薬効作用に関しては、信頼のおけるデータはない。次の事象の可能性が知られている。また、市販の精油では、偽和が行われる例がある。カンファー油、ユーカリ油、テレピン油、シダーウッド油の成分や、合成物質を添加したり、低グレードの精油を良質に見せるために、脱テルペン処理が行われることがあるが、このような精油を使用する場合、 エビデンスを適用することはできない。カルノシン酸を投与することによって脳梗塞によるエシを予防することができることが確認されており、アルツハイマー病やパーキンソン病への効果も期待される。テルペノイド、フラボノイド、カフェタン人類からなる多様なポリフェノールを含む。など、ありがとうございます。